上からマリコ。今日母子でやろう。あ、広く見える。30秒前。ダメだ、マジ母子でやろうって言ったけど、マジ母子じゃない。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺のジョーデーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。みなさんこんばんは。6月30日第13回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、シェアは世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型トーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブということで、ここでパーソナリティの紹介です。まずは私から。カリカリ梅が大好き、5つの国の血が流れる一人グローバルのニーナです。そして今日も画面の外から、こんにちは、達也です。そしてはい、皆さんお久しぶりです。いつもハッピーライキースマイルのレイナです。そして最近居酒屋より空手道場で飲むことが多くなっているミッチです。この最高の4人でお送りします。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 アドレスはすべて小文字で797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ということで帽子はどうしたんだい。今ね、脱ぎたいの、脱ぎたくない。そうなんですよ、ニーナの今ね帽子がちょっとね、私最初かぶってたんですけれども、イヤホン、これなんだっけ、ヘッドホンがあること忘れてて、すんごい帽子邪魔で、うん、今どうしたらいいかわからない状態になってまして。今でいいんじゃない。ヘッドホンのね、今上からかぶってるのでめっちゃ頭でかい人みたいになってます。一言いい、うん、チブルマカ方言で言われたけど。そうそう、メッセージがね、チョロミツさんから今メッセージが来ていて、帽子取っちゃった、邪魔だったのかなと来てましたので。反応してくれたね。反応しました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、チョロミツさん初じゃない。初ですね。おお、いらっしゃい。はじめまして。はじめまして、ドラゴンアイズへようこそ。みんな迷いながら始めましたね。ちょっと音でかかった。びっくり耳ちぎれてよや。てか、はい、どう、最近なんかあった。あった。なになに、ミッチ何があったの最近。なんか沖縄の有名なタレントさんでミキトニーっていうさ、はいはいはい、うん、でミキトニーとあと人一人、残念なこと名前忘れたけど、男性の人が YouTube で沖縄市の美味しい飲食店や居酒屋を紹介するっていう番組やってて、それさ、コザウェブでしょ。あ、うん、かな、コザウェブっていうのを見て、有名ですよ、たまたま見たわけ、なんでか知らんけど。でそして一発目にちょっと居酒屋さんが映って、で、うん、ここの店長の何々さんでーすってか出てきた人が、うん、俺が19歳の時に働いてた会社の上司だったわけ。遠くね。なんて、19歳の時に働いてた上司がそこの居酒屋の店長で、ミキトニーの番組に出演してたわけ。それでじゃあ久しぶりの再会が、久しぶりの再会し、画面上で出て、うん、あ、お久しぶりですってメール送って、うん、YouTube 見たよって。あ、なるほどね。でこの人も42歳になってたわけ。あら。でやっぱそれを見たら、その居酒屋が
運転したら、あの人が働いて居酒屋だって意識してしまうさ。なんて居酒屋？ありがとう、三郷にある、ありがとう。あ、わかる。そう、そこの店長さんが知り合いで、やっぱ気になるさ、見るさ、運転中、小沢行くとき、あちらに行くとき、で、あっちファミリーマートがあってから、居酒屋っぽい服装の人がすんませんフルで走ってたわけ。そこをありがとうっていうところを見てから、そしたらその店長だったわけ、知り合いの、うん、42歳の人がすんませんフルで走ってるよって言ってから、提携遅かった。知らないからね、私たちその店長さん。もう、あ、ごめんなさい。あざす、あざす。でもよかったね、久しぶりの再会できて ね、画面上 で、うん、やっぱメール送ってこんな目においでみたいな、うん、ちょっといいあれでしたね。なるほどね、いいエピソード。じゃあ他は最近あったこと。最近、金ちゃん、はい、お久しぶりです皆さん。お休みしてたね、金ちゃん。超久しぶりじゃない？2週間ぶり。そうだよ ね。どこ行ってたの？あの、横浜に行ってきました。お、なぜなぜ横浜？横浜で、あのフォトネクスト2016っていう、あの、なんだろう、カメラ屋さんとそのカメラ関係の人たち、カメラマンさんとかいろんなこの業界の人が集まるイベントに行ってきて、うん、で私の写真とその沖縄で出たお店に、一緒に出たんですけど、うん、そこのパンフレットにも私が載って、うん、でその出店のとこにもポスターがドンって出てるっていうことで、うん、あの応援に行ったんですけど、うん、初めて横浜行きました。お、じゃあお仕事で横浜に行ってたんだ。初めて、うん、どうだった、どうだった、初めて横浜行ったっていう話な。そう、びっくりしたぞ。そういうこと。はい、横浜か。横浜って海が見えるんだよね。そうそうそう、あの港未来ってところで。いいよね、あそこ知ってる。そう、観覧車があって、あれもね、中華、そう、ね、中華街も初めて行って、うんうんうん、ものすごい中国人カジャーしてた。カジャー、中国人ってさ、匂いするの？あ、もうなんか、うん、なんかもう雰囲気が、雰囲気が、オーラが、そう、で、お店入ったら絶対中国人の人なんですよ。いらっしゃいませ。あ、最近けどあれだよね、沖縄も多いよね、夕町とか行っても多いね、多いですね、中国人すごい多いですね、今留学生かね。うん、ちょ、中国語のなんか講座とかそういうのも今流行ってますしね、うん、沖縄県も、うん、何かあったらヒロキックスに頼んだからね。うん、ヒロキックス、そうそうそう、 FM ギノワのスタッフさんはすごい中国語が達者で堪能なんですよ。そうそうそう、最近よくニーナ習ってるよね。うん、私習ってた、忘れたさ。最近ちょっと私韓流ドラマにハマっちゃって、韓国語の方をね、今覚えてる。そう、アニャンセヨ、アニャンセヨ。仕事してたらね、しょっちゅう邪魔するんだよね。ちょわよ、韓国ちょわよ。もう面白い語尾のあれ、もう使い方がめっちゃ韓国。はい、うるさいです。そんなニーナさんは、はい、はい、何ですか。うん、私最近ね、あの、実はですね、あの、私沖縄市のミスハイビスカスさせてもらってるんですけれども。そうなの？そうなの？いやいや、これですね、ちょっと言ってますので、ミッチ忘れないでね。はい、はい、それでその関係で沖縄市主催のエイサーナイトっていうイベントがあるんだけど、うん、どんなの？あのね、いろんなエイサー団体が、うんうん、あの一箇所、沖縄市の、まあ、有名な場所、東南植物楽園とかコザミュージックタウンとか、まあ、いろんな場所に来てエイサーをやるイベント、祭りみたいな感じだね、の司会を最近してます、週末は。へー、あ、毎週あるわけ？そう、今週もあるね、東南植物楽園で無料なので。あ、そうなんだ。誰でもウェルカム。いいね、それすごい。やっぱさ、楽しいよ、エイサーの音聞くさ、うん、そしたらやっぱ夏が始まったっていう感じがするわけよ、うん、だから、エイサーはいいよ、本当に、本当に。なんかミッチ、ね、なんか、そうそうそう、いそうだよね、エイサー。エイサーやってたよ、ずっと。やってたの？いつやってた。何、どこのポジションは？ポジションはチョンダラ。ポジションっておかしいでしょ。チョンダラ。いいね、いいね。そうそうそう、昔やってましたね。スイスイスイソソフフイ。じゃあ指笛もできるんだ。指笛できる。おー、今まだいける？ちょっとキーンってなるからやめとこう。遠目でできない？遠目で、遠目で、後ろから、ここから、後ろからちょっとラジオのみんなに指笛披露できる。指笛ね、これで失敗したらどうしよう。もう指笛何年もやってるから。スーとか言って、僕昔はね、この指、小指一本でピーってなるときあるの。へー、あれちょっと憧れる。うん、顎が筋肉痛する。
だってさ、ちょっとしたさ居酒屋とかで行って女性とかがちょっと店員さんもすごいいっぱいいて遠くでいて、うん、呼びたい時にフーウィッと呼んだら超かっこいいけど、有名で呼んだら失礼だよ、ね、なんで、いや俺なんか友達先輩フィッてか叩かれよったのに、もうまさか叩かれよったのに、舐めてるばみたいな、ね、失礼だよ。そうなの、指名で呼んだら叩かれるの。叩かれるところか、ね、もう痛いよ絶対、痛いことなのか皆さんやめようね。じゃあもうなんか、じゃあ動物呼ぶときにやるわ、うん、けど中学校の時は携帯電話がないさ、はい、友達のうちの前行ってフィッてやったら出てくる。あ、わかる。でも隣の怖いお兄さんが出てきた時は走って逃げるよ、ね、間違えたんだね、ピンポン。いいからやんなって感じ。ピーってみんなで合図してるから、みんなの合図だから。そうそうそう、そう、俺かわからんっていうね。ということでエイサーナイト、ぜひ皆さんも、ね、うん、来てください。楽しいよすごく。いいね。たっちゃんは何がある最近？そうですね、今週というか先週のお休みの日ですね、結婚式があったんですけども、お、それのために余興としてビデオ撮影をしたんですけども、だっちゃんが撮影したの？いや僕出ましたね、出演。すごい、出演して。お、こっちには出ないの、余興には出た、出ましたね。あーな、レア度が下がってよ。でさ、聞いてくれよ。はい、13時間ぐらい撮影時間やって、1日でもう、そうそう、1日で全部撮って、すっごい。その時間がね、さ、映像時間？上映時間、上映時間、上映時間、上映時間ですね。5分ぐらいで、うん、もう 95% ぐらいカットだったのがちょっと嬉しかったですね。そうなんですか。まあ厳選して厳選して選んだ映像だったので、素晴らしい。ちなみに何をしたの、そのカットされた時の映像は？は、パソコンいじってました。んあ、パソコン、バンダナ巻いて、メガネをかけて、チェックのシャツにジーパンを来て、パソコンいじってました。待って、それさ、なんか、カットされそうじゃん。プライベートのまんまお前やし。そんな感じ、そんな感じ。え、じゃあ一生懸命面白くやったのに 95% がカットされて出来上がったんだ。そんな感じでしたね。ただ面白いもんでしたよ。何したの？結果は何を伝えた映像だったんですか？結果は昔僕サッカー部してたんですけど。あ、そうなの？その時の応援をやりましたね。あ、まあ、サッカー部を応援する。一切関係ないんですけど、うんうんうん、へえ。そんな素敵な動画を作りましたよ。おお、その新郎新婦さん、おめでとうね。おめでとうございます。なんか沖縄県ってさ、うん、すごい余興に力を入れる、うん、な傾向があるよね、うん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 、やっぱすごいとこすごいよな。すごいとこすごい、面白い。すごい、マジすごい。へえ。なんかまだあの同級生の、うん、あ、誕生会じゃない、結婚式、ね、結婚式に呼ばれたことがなくて。あ、そうなんだ。そう、その余興の凄さが あんまりわからない。いや、クオリティ高いところは本当にすごい。もしくは結構お尻出すよね。あ、お尻出すね。男は大体お尻出すね。お尻出すの？基本抜いたらウケるからね。なるべく出さんように今後はやっていこう、みんな。オッケー。お尻を出した子は一等賞じゃないやつ、じゃないですということで、出さないように。余興では出さないように。お、今日もたくさんのメッセージが来てます。ね、お、ありがとうございます。来てますね。あ、なんか久しぶり。じゃあ、これさっきの話題かな。チョロミツさん、ピンポンダッシュじゃなくて指笛ダッシュ。おー、ピュイってやって走って逃げるんだろうね。うん、なるほどね。タイヤがあってみんな出てくるんだろうね。さっきのやつで、あとはこれね、パソコンがね、こ、あ、サウロの心さん、はい、こんばんはにーと来てます。こんばんはにー、今日もありがとうございます。あとはね、シグナスさん、はい、皆さんこんばんは、お疲れ様ですと来てます。シグナスさん、先週ありがとうございます。そうなんです、シグナスさんは先週さ、そうですよね、写真見ました。そう、しかもね、美味しい美味しいおにぎりも差し入れで持ってきていただいてありがとうございました。多分ね、先週の、コーナーのテーマがですね、お腹鳴った時だったので、うん、多分俺たちがお腹空いてると思ったのかな。かもしれないね。優しいですね。いいな。お、あと厚尾さん。厚尾さん久しぶりです。レミーマルタンや泡盛飲みながら聞いてるよ。お、レミーマルタンって何ね。何ですか。あれだろ、あれだろ、レミーマルタンだ。レミーマルタンね、あれだろ。知ったかがいっぱいいるよ、ここに。いや、厚尾さん教えてください。多分ね、この3人知らないから。一応あれよ、炭酸強いしアルコール高いからよ。いやいや、知らないのにさ、ね、すごい知ったかぶりはやめてくださいもう。はい、はい、というわけでドラゴアイズスタートしていってもいいですかね。はい、はい、今週のトークテーマはなんだっけ。暑い日、暑い日、はい、もう一回やり直し、はい、もう一回いきますよ。ガチ
だから分かるよ分かるよ、嘘つけ嘘つけ、顔見て顔見て、知ってるし、メガネにバンダナはい、というわけで今週のトークテーマはなんだっけ、嘘でしょ、メガネにバンダナ嘘でしょ、しっかりしろよ、はい、というわけで今週のトークテーマは暑い時に何するです、はい、はい、というわけでここで一旦 CM に行きます。これよ面白い、これマウスがよ、上と下のなんかこれさ、設定多分新しいからだはず、なんか後で直してもらおうね、うん、上と下が逆、はい、ブルガリさんと樹さん、さんこんばんは、シグヌスさんも金ちゃんおかえりって、金ちゃんおー、ギノワン万歳万歳、祭りだ祭りだ、わっしょいわっしょい、こんばんは、俺参上え、これ読みたい、すごい、チョロミズさんさ、ブルガリ、ブルガリアヨーグルトのブルガリですか、仮面の人知ってるんだね、あら姉ちゃん美人やんけ、ありがとう、あこま、ね、コマスムニだ、コマスムニだ、私の、あにえよ、なぬんなぬんなぬん、ね、綺麗ってなんていうの、わかんない、ヌービトがあらな、力なんさ、7.7 じゃあ歌全部つなげるわ、じゃあギノワン万歳わっしょいわっしょい、あら姉ちゃん美人やんけ、わらあ、これエコーでいこうエコーでいこういつも通りん、あ、いつも通り、どこ、あ、次俺か、いつ始まるの、 SE からだから、 SE 終わってたあ、CM から押すね、うん、引き続き皆さんからのメッセージをの、え、コーナー行くのもうすぐ、うん、行かないよね、うん、暑い日ですよ、暑い日だよ、ね、3回も行ったのに、確かに、あ、今週あんただけや、いつきさんって、いつきさん初めて、違うよ、初めて、いや、違う、2回目、先週じゃなくて、いつだったかな、いつきさんのこの画像は本当にいつきさんなの、うん、超イケメンじゃん、これは5秒前これいつきさんだよ、はい、今回のテーマは暑い日何する、おお、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております、はい、暑い日何する、まあ CM 中にたくさんのメッセージが来てますので、ね、何か紹介しようよニーナさんが面白いこと考えてた、そう、ブルガリさんのね、ちょっとね、ブルガリさんからメッセージが来ていて、はい、ちょ、多分私がエイサーナイトの司会をされしてるというお話して、その祭りつながりでこうたくさんくれたのかな、じゃあちょっとねラップ調で紹介します、お、いくよ、ブルガリさんからのメッセージです、ギノワン万歳万歳、祭りだ祭りだ、わっしょいわっしょい、こんばんは、俺参上、びっくりマーク、そして続きまして、どこだったっけ、こっち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 、あら姉ちゃん美人やんけ、わら、言っておくが、俺は最初から最後までクライマックスで行くぜ、わら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 、ふぅ、わらわー、ちょっとディレクターが渋い顔をしております、どうですか今のラップ調のメール、どういいと思う今日のテーマ何だっけ、今日のテーマ暑い日ですよ、関係ない関係なかった、ちょっとね頑張ったんだけどさ、こう、なんだろう、できないものもあるから、ありがとうございます、これリスナーさんの反応を伺うべきだねそうだね、リスナーさんどうでしたか今、 CD 出すかってサウロンの心さんが CD 出すかって、意外と好評やん、後からじゃあまた長文が来たらニーナちゃんの即興ラップを聞けるかもしれません、ね、みんな歌詞書いてって、そう、お願いします、ぜひあの長い文章でちょっとラップでいけるやつリスナーさんのメッセージ待ってますこれちょっと言ってみろよ、頑張るわ、ね、本当にあの今の、はい、はい、ここでメールを紹介しますお願いします、グシカーのアグーさんからいただきました、ありがとうございます、暑い日はとことん暑くなるということでラーメンを食べる、その後の水風呂最高だよ、めっちゃ汗かいてからね、おいしそう、ラーメン、ラーメン、まず汗かきながら食うラーメンめっちゃうまいよね、マジで、どっちかって言ったら汗かくぐらいだったらラーメン食べんやつさ、え、もう辛いラーメンめっちゃ食べます、そうなの、暑い時、うん、へ、例えば
例えばなるほど、熱いラーメンを作った、あ、熱いラーメンじゃない、辛いラーメン、辛いラーメン、そう、辛いラーメン食べてめっちゃもうはヒーヒーハーハーしながら、その後にめっちゃキンキンに冷えた水とかお茶とかアイスをめっちゃ食べる。最高。これさ、あれだよ、あの心理だよ、サウナに入ってもう暑いところで我慢して我慢して、うん、もう汗だくになった最後のご褒美のビールとかさ、冷たい、俺水風呂来るかなと思って、冷たい、そう、水風呂とか、まあ、そういうこと言いたいわけよ。でしょ、それでしょ、そう何、愚痴川のアグーさんはこれが暑い時にやるんだ、うんうん、最高らしいよ、ね、いいね、あ、それもいいな、暑い時、お風呂も暑い、お湯で入って最後は水風呂でシャーって、あ、それいいってよ、血管がギュッてしまってから、そう、健康に良さそうよね、健康にもいいし、アシートの人もね、氷風呂入るっていうしね、血管がギュッてしまう、血管が何、なんてなんて、血管がギュッてしまってから、ほんとエグザイルとかもそうやってるんでしょ、冷たい水風呂に入って血管がギュッて、血管の人たちみんな腹筋割れてるんだよ、血管が、待って、それだから腹筋が割れてるわけではないからね。あ、それだから腹筋が割れてます。なんだこのなんか身内の言い合いは。はい、じゃあニーナちゃんは何するの？暑い日。暑い日？うん、私暑い日はあのね、ちょっとこれうんちくなっちゃうんだけど、この間さ、うん、天気予報見てたわけ、ニュースで。うん、そしたらあのニュースキャスターのお姉さんが暑いって感じる時の、あの人間の科学的なっていうか、まあ、人間が暑いって感じるときは、うん、だいたい湿度が高いんだって、湿度が高くないと暑ってならなくて、逆に湿度が低いと、うん、まあ、どんなに気温が30度とかあっても、まあ、暑ってなりづらいらしい。そうだから、このお姉さんが言ってたのが、うん、エアコンは除湿、あの湿度が高い日は、沖縄県とか特に、うんうん、湿度高い日は除湿して、まあ、27度ぐらいだったらすごい涼しく体が体感温度を感じますみたいなことは言ってた、うん、それさっき FM ギノワンのスタッフさんが言ってた言ってたね、だ、誰、どっちが先かな、ヒロキックスが言ってたの、さっきクーラーの話してたから、うん、僕は除湿ですって、あ、じゃあ同じ天気予報見たんだよきっと、そうかな、何でも知ってる、何でも知ってんね、中国語から、中国語からクーラー使ってからすげえ、おー、はい、ここでメールを紹介します。はい、あつおさんからいただきました、ありがとうございます。福岡も久々の青空、雨より曇り、曇りより晴れ、晴れるとテンション上がってる、いいねー、いいねー、はい、テーマ、暑い時どうするか、暑い時や夏はやっぱりかき氷っしょ、おいしそう、ね、でも作るのもいいよね、うんうん、いいね、まだ、でもシロップかけすぎると口の中ベロがヘビメタのバンドを見たくなるよねでも日本人ならやっぱりそうめん、沖縄ならチャンプルーだわな、カレーもいいけどね、ズンビシでもカレー、うん、でもって多分でも、いや、紹介してる、でも暑い時は海行ったりだけど、夏はやっぱりバーベキューだな、あとは好きな人と花火大会行くよね、今日も暑そう、イエーイ、今日も暑そう、これもしかしたら、ね、長いからニーナーのラップでいけばよかったっそうだね、長いからねいや、でもかき氷いい ね、 いいね、夏はやっぱり、あとさ、カレーが出てきたけどさ、うん、海の家カレーとかあるらしいじゃん、あ、どこあるの、海の家、確かに、ラーメンとか、ね、沖縄そばあるよね、あ、嘘、あるあるある、へー、でも沖縄県ってさ海の家なくない、ないよね、ある、あ、ある、あります、海あんな多分内地みたいなのじゃないけど、なんかパーラフージーとか、あー、パーラフージー、ちょっと憧れるよねあ、海の家とパーラは違うんです、いや、だいたい一緒じゃないの、へー、うん、中身が違うだけじゃん、そうなん、でもかき氷でしょ、カレーライスでしょ、あと花火大会でしょ、いいね、あとビアフェスタ、ビールとバーベキューでしょ、エイサーおー、エイサー、沖縄県はエイサー、今ちょっとなんで固まったか分からなかった、ね、固まっちゃったね、フリーズ、フリーズだ、ね、はい、あ、でもそうめんもいいっすね、そうめん、そうめん、流しそうめん、そう、流しそうめん、冷やしそうめん、そうめんこないださ、そうめんで思い出したけど、はい、なんだっけ、竹を、はい、竹筒を3メートルぐらい用意して、はい、流しそうめんキットを販売しているところに取材に行ったわけよ、で、それがすっごい人気らしくて、今年も注文しないともう売り切れるでしょうってそっちの会社の人が言ってて、でも竹筒でね、この流しそうめんをやるのは意外と
あの人気らしい。沖縄県さあんまり見たことないじゃん竹筒で、ね、そうでもね買ってる人がいるらしいよ。そのためにそうそのためにもう注文して予約今受け付けてた。わあいいな。一回ワンコそばやってみたいな。あどこそば？何杯ぐらいいけるかな。やってみたい。わかるなワンコそば。わかる？そうな冷やしそうめんなのそれ？おそば。おそばか。おわんを持って一口サイズだわけ。うん、でペロって食べて後ろのスタッフさんがこのおかわりを、ね、あよいしょあよいしょあよいしょペロリンチョみたいな、はい、よいしょ、はい、あれか。はい、自分たちで墓穴を掘るのはやめてくれよ。助けてよ。あそしてメッセージ来てます。はい、花子さんからいただきました。ありがとうございま す。こんばんは。暑い日はなるべく動かない。チーン。なるほど、暑い日何してるっていう、そうね、テーマですからね。暑い日が動かない。超シンプル。カロリー消費しないためにね。暑い日は動かない。あとあの五木さんのコメントで、はい、暑い時はクーラービビにして寝ることですねって書いてるんだけど、これさっき話したわけ。そうちょうどミチと話してたんだけど、うん、夜寝る時にクーラーつける人タイマーかけるよね。かける。まずクーラーつけるよね。うん、タイマーかける。タイマーかける。3時間ぐらい。うん、あ3時間しかつけないわけ。3時間後に切るっていう。あはー、へえ。俺はねあの起きる3時間前に切れるように設定する。へえ。俺目覚まし時計お家出るまでつけっぱ。そうだね、私もずっとつけ、ガン付け、うん、ガンガンつけ付け。俺目覚ましの代わりにしてる感があって、あちょうど暑くなってきた時ぐらいに暑くいいなって目覚めるのがなんか目覚めがいいんだよね。一応やっぱクーラーつきすぎて玄関出た瞬間死にに入れる。あ、わかる、もう暑いもんね。わかる、確かにそれはありますね。タイマーかけるけど暑いって思ってもう一回つけるんですよ。あだから突きつけばいいやしと思 う。それ余計電気代かかってるよね。電気代なんて気にすんじゃねえよ。あ、これ言ったっけ、あの今日のテーマが暑い時何するなんですけれども、これ紹介したかな。ああブルガリさんからで来てますね、はい、暑い時はバケツ水一気に浴びるのが一番ですわって。あお風呂場でかな多分ね。あお風呂場、仕事かもね。仕事場で浴びちゃうの。バシャーって。お俺一回炭酸水をバケツ一杯浴びたことがあったわけ。髪の毛の中ずっとシュワ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 してる。どうしたら炭酸水そんな大量にさ調達できるわけ。昔そういうこの飲み物系で働いてたとこがあってから。ねえ、それ甘い炭酸水じゃないよね。うん、もうただの炭酸水。なるほどね。あとサウロの心さん、はい、風呂上がりにタオルでパンパン。あおじあイメージおじパン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 。なるほどね。あれって涼しむためにやってんのかな。よくね、寒風摩擦的な類なのかな、あれ。確かに。面白い。あとはサウラの心さん、はい、暑い時は暑くないって言う。おー、かわいい。暑くない。もう思い込みの力なの。暑くないし。プラシーボ効果でね。プラシーボ効果。あ、ブルガリさんはね、仕事が介護。お、そうなんだよね。介護してるから夏場は入浴介護介助が一番大変ですわ。あー大変そう。暑いやつだ。暑いお湯を扱って、うん、夏も暑いのに。え、でもクーラーついてないのかな施設は。あんまり強くはかけないよね。そうか、まあお風呂場暑いからね。そうか、大変ですね。そういえば俺夏でも暑いと思い出したんだけど、俺の母校の高校クーラーつけてくれんってば。え？マジで。もうつけてくれるの1年間で2ヶ月だけ。で他の高校の友達聞いたらはっつけるだろうみたいな。じゃあ何それ。じゃあ8月だけです。7月、8月だけだったかな。そうね。なあ、うん、夏休み入る前ぐらい。死にがに。消火器とかああいう系はつけるんだけど、はい、自分でつけれるから、うん、この教室とか廊下はつけてくれんわけ。へえ、死にが。まあ暑いとね、授業集中できなかったりとかね。そうだよね。あでもあったな、各教室によってさ扇風機だけとか、あるよね、クーラーがね、エアコンついてるところと分けられてるとかあったね、はいはいはい、女性はまだスカートだからちょっと涼しそうやよね、うん、だけどあれって思いますでしょ。思いますですよ。スカート暑いっすよね。暑いです。なんかももわってしてる。なんかね、あのね、逆に太ももがね、そうそう、なんかね、むっちゃむちゃするというかね、熱ってなるね。そうそう。あとさ、私思いましたけれども、うん、沖縄ってさ、
よくクーラー逃げるからドア閉めてとかって、はいはい、逃げるとか言うよね。逃げるって言うよね。これ関東とか、まあ、他県は使わないって聞いたんですけど、うん、本当かな、沖縄そうなんですか、皆さん、うん、どうですかリスナーの皆さん、他県はクーラー逃げないの？クーラー逃げるからなんか窓閉めてとかって言わない？日本語で言ったらどうなの？そもそもさ、クーラーって言わないんじゃない？そうだよ、エアコンか。あ、クーラー言わないんすか？エアコンとか冷房とかさ、そっか、沖縄県だけかな、クーラー。あとあれもだよ、なんか内地行った時に、はい、この曲面白いやんねみたいな、うん、内地の友達にさ、うん、は、ウケんけどみたいな、うん、面白いがに沖縄の人はいい歌、面白い歌っていうさ、うんうんうん、内地の人は面白い頃ウケるだから、あ、なるほど、笑えるみたいな、泣ける系の曲もこれ面白いんじゃん、面白いんじゃんって言うよね。あ、なるほど ね、 日本語正しいのは確かに関東の方だね、うん、そして福岡の敦夫さん、クーラーは昭和かって。そうなんだ、エアコンなんだはずな、うん、時代は。ミッチー今日はあのベストのこと直帰って言ってた、ね、言ってたー、ちょこんなして言ったらダメ。結婚式にスーツに着る中にのことなんて呼ぶって聞かんと。こんなして言ったら俺だけダサいじらなりやし。いや、もうすでにそう、たまにいるんですよ。そうそうそう、あのベスト、まあ、ベストも直帰もまあ同じことなんだけど、ハンガーにエモンかけとかさ。あ、エモンかけ、そう、エモンかけ言う人いるかな。いるよね、いるよ、最近聞かんぞ。まあそれでこう聞かないよって突っ込まれたり、あとほら沖縄だったのにツナ缶にトゥーナーとか。あ、トゥーナー、トゥーナーって言うわけ。トゥーナーは言うよ。あとあれ、ギア車にボーギア。あ、ボーギアって言うんだ、ギア車に。ボーギア、おじいた、ボーギア。トロミツさんからメッセージ来てるんですけれども、キャミソールはシミーズって、そう、言う人いる。俺はシーミーズって言う。シミーズって何？めっちゃ沖縄やん。俺はシーミーズって言う。というとこで曲紹介していいですかね。お、はい、本日紹介するのは水曜日のカンパネラで土の子。あー、桃太郎がよかった。桃太郎いいよね。
お送りしたのは水曜日のカンパネラで土の子でした。はい、ということで、ドラゴンアイズ順調にお届けしております。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の上出川、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。続いてはこのコーナー、 It's Only Me ということで、このコーナーでは普段共感してもらえないあなたのこれって私だけや地元じゃ当たり前などといったお話を募集いたします。さあ、このコーナーやってまいりました。 It's Only Me のコーナー、はい、あるあるみんなある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 ちょっとこう皆さんでこのジャッジしたいと思います。これは私だけなのか、はい、それともみんながやってたことだったのか、はい、じゃあミッチから。はい、スーツの中に着るベストのことを直帰という It's only me。 君だけかもな。嘘つけ。あのね、もう平成になったから、もうね、なんか死後じゃないかな本当はごめん、俺も結構一月前ぐらいまで言ってた言って直帰でさ、同じこと言われるんだよ。チョッキじゃないです、ベストですって言われるんだよ。いい感じのやつ、ムカつきます。いや、もうね、いつきさんからメッセージ来てベストですよって。チョッキですよ、ほら。いやいやね、ベストなんだよね、もうね。逆にさ、何ベストじゃなくてチョッキを流行らそうよちょっと待って、なんじゃそりゃ。ショックなこと言っていい？厚尾さんからのメッセージ、はい、うちの両親チョッキっていういやおー、じゃあ両親レベルだ。定義上の世代ですよ。オンリーミーじゃないっすね。オンリーミーではないよね。わ、ね、からんけど、その世代だったらオンリーミーかもしれない。ちょっとブルガリさんがイエス、タカスクリニック笑ってきてます。あ、ということでタカスクリニック、あ、じゃあミスター全然違うよ。ただ共感ってことね。じゃあ、オンリーミー、イッツオンリーミーでした。はい、はい、え、もう終わって早い早い、はい、終わらそうするな、俺も入っていってしまったよはい、じゃあ、キンちゃん、はい、なんかイッツオンリーミー、キンちゃんは、はい、はい、オッケー、うん、洋服を、はい、どうぞ。オッケー、洋服を買うとき、メンズものに行くときが多い。 It's only me。 なんか迷いながら言ったね洋服を買うとき、なんて言えばいいか分からなかった。じゃあ、うん、そう、レディースの服も買うんですけど、なんかメンズを見てしまう。え、メンズも買うの？うん。へ、メンズ買って、あの、でっかい、わざとでっかい T シャツ買って、それをワンピにしてる。あ、おしゃれやね。とかおしゃれがある。それはちょっと、あれ、わからんね。ハイレベルハイレベル。これ女性かな、じゃあ女性、女性かな、女の子。逆に男の人もレディースたまに着ますよね。ジーパンぐらいかな。はっ、男性がレディース着るんですか。絶対そう。ガチわからんけど、パンツぐらいかな、多分。君はね、君はそういう人だよ。へぇ、そうそうそう、なんか私の周りではそういうのが多い。みんなあれなんだね、うん、良性なんだねブルガリさんがイエス、メンズクリニック、わらって来てますけど、なんかちょっと趣旨がね。そのシリーズ好きやね。そのシリーズ私も嫌いじゃないです、ね、あ、みんなはつけないのかな。つけないよ。男物ってこと？そうそう、女の人がメンズ物着て、メンズがレディース着て。あ、私はそれは It's only you だけじゃないですね。他にもいると思います。なんかカップルが彼女のズボンを2人で共有してたりとか、靴を、そういうの聞きますよ。すごい。だからね。あ、けどひとみんさんがキルキルって。あ、ほんとだ。やっぱり着るよね、着ますよね。女子あるあるやな。女子あるあるだよね。あ、惜しい。It's only me だと思ったのに。残念It's only me を狙ってたんだ。狙ってたね。じゃあ次、じゃあ私、はい、はい、いきます。アリを見たら食べたくなる。 It's only me? It's only you! びっくりした今。何を言うかなと思った。食べたくなる。どうですか。多分ニーナさん前世アリ食いだったはず違います
違います。なんかさ、違う、私が言いたかったことは、あれを食べたことがあるみたいな、なんか食べたことがあるって聞きたかったんだけど、こいつオニミーだからさ、ちょっと食べてみたいかなっていう人はいるかなと思って聞きたくて、あ、けど俺の友達にミーさんっていう人がいるんだけど、中学校あれ食べたら声が綺麗になるって言ったから、そうそう、それ部活中食べてたよ。へー、マジで声綺麗になるんですか。ミーさん食べてた。いや、部活中食わんでもいいだろう。なんか始めますとか言った瞬間あれ食ってんの。もうこのサッカーで試合してる他の3チーム目は休憩するから、うん、その時この地面にやってるアリ食べてた。ちょっと待って、ブルガリさんからです。アリよさら、かっこ矢沢永吉、わら。何ですかこれ。そんな歌あった、矢沢永吉の歌これ。なんだそれ、アリよさら。えいちゃんバンザーイ。そういう感じなんですね。縄文時代か。アリよさらば。ちょっと待って、これに便乗してサウロの心さんがおばあにおばあって呼んだら、おじいが何って言いよった。イエス、サウロクリニックって来てるけど、何これ。これ新しいコーナーやね。これなんか新しい風、なんていうの、風が吹いてる、リスナーさんの中で新しい風が吹いた。そしてイエス、サウロの心。イエス、何々みたいなの、いいね。いいね。そしてイエス、メンズクリニック。これは、はい、アツオさんのメッセージですかね、はい。今日のテーマにもちょっと近いです。夏場、自分一人ならクーラーをつけない。 It's only me。 うん、クーラーをつけない。一人ならクーラーいらないってこと。要は人のためにクーラーをつけない。あ、すごい、心がピンクだ。絶対素敵。俺だけじゃつけないぜと。心がピンク。みんなが涼しむなら俺だってクーラーをつけるさ。だけどみんながいないなら暑いのでも我慢する。我慢するぞ。縄文時代か。え、意味わかんない。何そのツッコミ。あつおさんがニーナにアリを食べたいって言ってか、縄文時代かってツッコミ来てたから。あ、それな。ツッコミ返し今来たわけね。なるほど。でもそう、優しいね。うん。で、アツオさんがよくわかってるタツノオトシゴって来てます。 Thank you。 じゃあそんなタツノオトシゴ、It's only me、 行ってみよう。 あのね、最近、うん、結婚式の余興で合唱会の時の映像が流れたのね。その時に思った It's only me、 はい。クラスに一人はピアノ弾けるやつがいる。 It's only me。 あはぁ、わかるこれ。わかるわかる。それ、私です。あ、おぉ、ほら、ドラゴンアイズにもいるじゃん、一人ピアノ弾けるやつが。いるいる。合唱歌えるじゃん、うちらも。じゃあだいたいさ、学級員決めるときは誰も手あげないじゃん、うん。ピアノ弾ける人って言ったら絶対一人いる。いる、あげてた。あれ、な、なんだろうな、先生が把握してんのかな。あー、いや、こいつ3組と4組見たらいるんじゃん、一人は。いるか。いるよ。あつおさんもピアノだけ弾けるって。へぇ、すごいね。ハイスペック。やっぱあれだよ、ほら、リスナーの中にも一人いるじゃん。デンマークは、デンマークの授業で音楽はピアノあるんだもん。そうね、あつおさんはね、留学されてましたので、うん、はい、ということで。はい、じゃあ次、サウロの心さん。社長の頭見たら寂しい気持ちになる。 It's only me。ハゲってことかな。言うな。そんなん言うな。社長のね、頭、じゃあね、社長と限らず、じゃあそういう頭を見たら、皆さんどうですか、寂しい気持ちになりますか。いや、俺かっこいいと思う。私、人によると思いますよ。あ、そうだね、あの、沖縄のさ、おじいちゃんさ、後ろ縛ってるおじいちゃん、あ、多いよね。あれかっこいいと思うんだよね。かっこいい。それで三振とか弾いたらね。そう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 、ワイルドなおじいちゃんはかっこいいですね。ああいうおじいちゃんになりたいなって見るたび思うね、うん。ハリウッドスターとかさ、うん、は、あの、おけっけがなくてもかっこいいよね。かっこいいですよね、うん。あれはなんだろうね、筋肉があるの。オーラでしょ。もうハゲだけ、あ、ハゲだけどっていうさ、もうそれが自分なんでしょ。うん、踏まえて、だって斉藤さんとかかっこいいさ。じゃああれだね、サウルの心さん、寂しい気持ちにはなるのはもしかしたらサウルの心さんだけかもしれない。 It's only you かもね、うん。お、おめでとう。アツオさんはこれ、そしてそんなアツオさんメッセージ来てます。ハゲなのにロン毛、寂しくなる、 Only me だよ。たっちゃん。切ない。待って待って、切ない。そしてじゃあミッドナイトスターさんから来てます。こんばんは。こんばんは。じゃあ It's only me いきますよ。はい。石川バイパスで送電線見たらどんなしたのってなる。 It's only me。 送電線って何。ちょっと待って。分かんな、送電線をね、知ってる人がここのスタジオにいるか。あー、あの送電線だろ。な、送電線、
なるよね。ちょっとね、知ったかぶりばっかりなので、ちょっとね、送電線がね、どうなってるの、どんなしたのってなるってことは、絡まってるのかな、すごいたくさんの線なのかな。いや、あれ違う、上に行く電気屋さん違う。違うかな、送電線。ミッドナイトスターさんはさ、本当に毎回シュールなね、場所指定で来るからね。石川バイパスなんだって。じゃあちょっとおかしくなってきた、あのサウロの心さんのメッセージ。はい。目を閉じて、目を開けたら太陽が眩しい。何言ってんのかな。その続きもあるよ。はい。ごめん今日の僕おかしい。もう一回何。ごめん今日の僕おかしい。あ、そういうことね。どうしたんすか、サウロの心さん。飲んでるじゃん。多分ストロング飲んでるはず。今日はストロング酔っ払ってんのかな。目を閉じて目を開けたら太陽が眩しい。あ、これいつオンリーミー後で続いたのかな。これ聞きたかったのかな。多分あ、サウロの心さんだけ。違う分かった。社長の頭見たら寂しいってさ、はい、目を閉じて目を開けたら太陽が眩しい、それ社長の頭って言いたかったんだ。あ、なるほど。もしかしたらなるほどね。いいですね、今日はなんか詩人のメッセージがいっぱい来てくれて、そして最後にはね、おなじみのドラゴンダイブアワードメッセージで一番きらめいたコメントを私たちがチョイスして発表しますので、どしどし、はい、もう来てますね、面白いのがね。来てますね。ちょっと候補探しとこう今のうちに。じゃあ It's only me ね、私行っていい？はい、どうぞ。じゃあ行きます。友達に一人ぐらいは霊感がある人がいる。 It's only me? いるね。いるいる、It's only me? いる？キッちゃんいるのかな。知り合いにいる？知り合いに霊感が強い人っている？あ、でもいるかも。いるよね。沖縄県って多くない？霊感強い人。あ、どうなんだろう。いや、多いと思いますよ。どうですか、リスナーの皆さん、他県はどうだろう、沖縄県内でも。けど俺ちょっと一言言っていい？うん。多分見えるっていう人の3割は嘘つきと思う。なんで？道見える？見える見える。嘘つき！嘘つき！じゃあなんか分かる？血だらけの女の人がいる。いるか！いないいない、血だらけで白い洋服。いるか！でもそういうのが見える人ももしかしたら いるかもしれないし、まあとりあえず霊感がいる人って多くない？多い。私は霊感ないけど、なんか見えるとか感じるっていう人はすごい周りに多いです。ほら、ミッドナイトスターさんからメッセージ。俺、霊感あるはずって。嘘つけ！ある人は、はずって言わん。あそう。あれじゃ、はずってつかないな。そうだね、ミッドナイトスターさん、本当ですか？霊感ありますか？霊感ありますよ。ミッドナイトスターさんは何を見てらっしゃるんでしょうかね。普通の人が見えない場所を見てるからね。石川バイパスのね。で、送電とか見てるからね。送電ってなんか？Wi-Fi のこと？気になる。じゃ、最後、CM 行く前にバシバシ紹介していきましょう。はい。ミッドナイトスターさん、汗臭い時って余計に嗅ぐよね。あ、わかる。 It's only me。 汗臭い時って余計に嗅ぐ？ちょっと汗臭って言いながら嗅いじゃう、嗅いじゃう。臭いって、うん、3回くらい。さっきのレイナちゃん。今日のレイナだ。今日のレイナやした。今日キンちゃんも何、汗かいてきた？そう、今日バタバタで、うん、もうお家夕飯作ってきたんですよ。もうまさにクーラーつけないでずっと作ってて、うん、汗だらだらで嗅いじゃった、匂いを嗅いじゃうね、後で嗅ごう。そしてやめて。さあ続きまして、いつきさん、はい、家の近くで小さい声で歌ってる時、近所の人が通ったら恥ずかしさをごまかそうとする。 It's only me。 歌うんかい。あるある、そうそう、あるある、ね、あります。ふんふんはふん。車でよくあるよ、私。あ、俺もよくあるわ。歌ってて、もうめっちゃサビで歌ってて、赤信号並んだ瞬間、もう喋ってませんよみたいな感じで口を閉じていく。あります。はい、ミッドナイトスターさん、誰もいない台所からおばあが立ち上がる時のパキッと音を聞いた。 It's only me。 あ、霊感あるっていう続きかな。あ、そういうこと。グルコサミンあげようって言おうしてるよ。幽霊のおばあが立ち上がる時パキッて聞いた。え、なにそれさ、膝で。霊感じゃなくて膝じゃない？膝の音だ。はい、違います。もう It's only you です。はい、そのまま引き続き。ひとみん、あ、違う、誰からの紹介。誰？ひとみんさん。はい、はい、ペットショップのフェレットを見て、は？これマングースやんに？これマングースやんに？って言ってる人を見たことがある。 It's only me。 終わり意味じゃん、もうそろそろ5時です。
あー、ウケる、これ面白い、終わるってことだね、これわかる、なんかわかる、言ってる、うん、ペレットに、はい、じゃあ最後サウロの心さん、はい、はい、犬にマーキングされたことがある、 It's only me、 ないあなただけです、そうやばいですね、はい、すごいこれ今日面白いね。じゃあミッドナイトスターさんから、コーンフレークあんまり好きじゃない、 It's only me、 さっきしょぼいの来たな。コーンフレークはね、はい、うん、じゃあ今日かなりいっぱいぶっ飛んでるの来てるけど、うん、もう時間早いね、過ぎるのが。ドラゴンダイバーアワード、ちょっとこの中から選びましょう、はい、ましょう、ということで一旦 CM です。ここでメールを紹介します。匿名希望さんからいただきました。はい、匿名希望です。でも具志川の宮の友達の島風です。言ってるやん名前。暑い時はビールを飲みます。でも寒くても飲みます。ビールのことしか考えてません。私の骨壺にはビールをかけてください。ミッチーさんのおすすめのおつまみは おすすめのおつまみはありますか。はい、キュウリ、キュウリ、早いな。雑すぎ。おすすめのおつまみはキュウリ、キュウリね、キュウリですって。はい。花子さんからいただきました。ありがとうございます。はい、庭の植物と喋ってる私だけ。あなただけ。It's only me のコーナーのね、最後に来てたやつだね。植物喋って。でもさ、喋るといいっていうよね。雑雑、まあ、ちょっと時間がなくて、時間ないけど、はい、そして、はいはい、さあということで、番組パタパタしてしまいましたが、今日の大きなテーマは、暑い時何をする、そして、It's only me のコーナーをお届けしました、はい、さあ最後には、はい、この番組では放送中にいただいたメッセージの中で一番輝いた発言をした人を勝手に表彰するコーナーなので、じゃあいきますね、はい、今日のドラゴンダイブアワードはひとみんさん。これ It's only me のコーナーからです。ペットショップのフェレットを見て、はこれマングースやんに、これマングースやんにって言ってる人を見たことがある。 It's only me。 はい、イエーイ、ひとみんさん面白かったです、ね、一番。もう皆さんも面白かったけど ねこれ良かったね。これね、ちょっとビビビとみんなで満場一致で決まりました。良かったね、それ見たかったな、はい、もうね、他にも来週待ってますので、はい、もうよろしくお願いします。はい、というわけでエンディングの時間やってきました。来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は
ニーナとみちょレイナと達也でした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、皆さんいきますよ。合言葉はせーの、ドラゴンアイズ。また来週。めっちゃ駆け足だったな、はい、やばい、いっぱい来てるよ。ありがとう。Thank you。 ミッドナイトスターさん、俺意地でもカステラ